呼吸と姿勢を整えて鍛えることで心と体を元気に美しくする、それがデシュの美レッスン。今日も一緒にリフレッシュしていきましょう。さあ10月になりました。9月に引き続き美レッスンでストレッチ体操していきたいと思います。今日も私の隣にはアシスタントの翔太丸来てくれていますので、 YouTube で後から、そして大谷も来てくれました、ありがとうございます。 YouTube で後ほどね、エクササイズされる方は動きなんかを確認してください。さあ今月10月でございます。先月は首周りのストレッチをしましたので、そこから少し落として肩のストレッチっていうのをやってみようかなと思います。まず動きの説明だけしますね。で、胸の前で手を合掌したら、息を吸いながらずっと手を合わせたまま一番てっぺんまで伸ばします。でそのまま息をずっと吸って吸って吸って伸びて、今度吐きながら手は上に伸びるイメージ、肩を下げるという、そうですね、その動きをやっていきたいと思います。でその時に肩を下げる時に息を吐きますが、首が前にこう出てしまわないように、自分の腕と耳がくっつくくらいのイメージで、腕はずっと上を伸ばしつつ、肩ですね、首が、自分の首が長くなるイメージを持って肩をぐーっと下げていくという動きをやってみたいと思います。ではやっていきましょう。まずは胸の前で手を合掌して、息を鼻から吸いながら手を上げます。ぐーっと吸って、吸って、吸って、上げて、上げて、上げて、手は離さずにそのまま吐きます。ぎゅーっと吐きながら、耳と腕をくっつけながら肩を下げていきます。ゆっくり吐いて、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 背中が反らないように。で吸いながらもう一度肩を少しリラックスさせて、吐きながら手を戻しましょう。胸の前まで手を戻していきます。もう一回やってみましょう。もう一度合掌させたまま吸って腕を上げます。ずっと上に上げて、腕と耳がくっつくように意識しながら上げたら、吐きながら肩を下げますゆっくり肩を下げながら吐いて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 、で吸って肩の力を抜いて、吐きながら腕を戻していきましょう。目の前まで来たら手を解放して終了でございます絶対にね、ストレッチをするときには息を止めないということがすごく大切ですので、伸ばすときには息を吐く、ね、でリラックスするときにスーッと力を抜いて、また吐きながら伸ばしていくというのを意識しながらやってみてください。心も体もスッキリ美レッスン、残りの今日も笑顔で元気に頑張りましょう。ありがとうございました。クリスタルのサポートチーム、ワインのことならディールオートジャパン、日本映画の先頭を行く松竹映画宣伝部、ゼロワンプロジェクトは保護犬の応援隊、クリスタルでは番組で情報を発信するコンシェルジュさんを募集しています。詳細お問い合わせはカタカナでクリスタルレインボークラブ .com、または Facebook のクリスタルレインボークラブページをご覧ください。目指せいいね5000カウントキャンペーン中です。皆様どうぞ応援のクリックお願いいたします。クリスタルからはどんどんキャラクターグッズのチャリティー販売等も行っております。ページで情報を発信していきますので、ぜひぜひチェックしてくださいね。クリスタル情報局でした。面白くてなんかさ、2人の写真ばっかり撮っちゃう曲がもうちょっとこのままいいですか。いいですよ、短くなっちゃうんで。大丈夫です。あ、そうなの、ね、あ、大丈夫、話すから少し。あ、本当ですか、うん、はい、でも大丈夫、たっぷりで、はい、さあ、それでは一の昭和ロマンのコーナーがやってまいりました。私の主観と独断で進めさせていただくこのコーナーですねさあ10月のテーマはですね、ニューミュージックとか、フォークのアーティストが歌謡曲作るとどうなるかみたいな、ね、曲をちょっとチョイスしてみましたよ。それを昭和の歌手たちが、ね、歌っている曲をピックアップしてみたんですけど、ありがとうございます。ああいうのって楽しみですなんか、いちゃった前に驚いちゃった今ありがとう、でもなんか嬉しいわそうなんです。でね、やっぱり第一弾はね、私の、まあ、昭和の歌謡曲といえばもうこの人を置いて他にないという松田聖子さんですね。松田聖子ちゃんの曲2曲今日はチョイスしてるんですけども、1曲目はね、シーズンもいいですね、風立ちぬ。これ誰が作曲したか知ってますか。知
らない。エシコいるからちょうど聞いてみようか。松本。知らない。知らない。これね、大竹栄一さんなんですよ。でしょ、で当初ねあの曲を作った時に、まあ、松田聖子さんが今まで聖子が歌ってた曲調とか、うん、あとは全然音域とかと違ってね雰囲気も違うから私歌えませんって言ってたんだって最初聖子さん、だけどやっぱりさすがそこはね才能なんだよね、しっかりやっぱり歌い切って自分のね今はもう聖子といえば風立ちぬっていう人もいるぐらい、もう聖子さんの名曲代表曲の一つになりましたけれどもね、今ちょうど秋のシーズンでぴったりだなと思いまして、今日 1曲目はこの曲をチョイスしました全然喋れないじゃんはい、では聴いてください。松田聖子で風立ちぬ。